変王子ってことで、今日もねじいちゃんにねお好み焼きを作ります。あのネットでねレシピ調べたんで、それを参考にやってきます。やってく。はい、じゃあ今からねお好み焼きを作っていくよ。とりあえずねキャベツ、これね少しね干してあります。前回ね月曜日に作ったお好み焼きの残りです。ちなみに月曜日は失敗しました。で、小麦粉が 50g と、あと鰹節、あと豚のバラ肉と、ちょっとね冷蔵庫にあったイカ、あとね刺身も入れちゃおうかなと思います。ってことで今からやっていきます。まず最初にね小麦粉 50g に水をね70だね70入れます。本当はね出汁をねあの鰹節で取ってねやるといいんだけど、ちょっと時間ないんで、ここにこの鰹のね粉をね入れます。鰹の粉を入れちゃいます。でこれをねこう混ぜると、で一応粉は完成。お刺身をね切ります。刺身これをちょっと薄く切りたいんで半分にね切るよ。これハマチワラサっていうのかな、この前動画でやったね残り、こんな感じでね。よしと、そしたらここに少しね塩をするよ。でこのままねしばらく置いておきます。ちょっとこっちに移すね。で水分が出たら拭き取ります。次にイカだね、イカ、イカはねちっちゃく切ろうかな。こう小さくね切って、小さめにね、よし、こんな感じでキャベツと同じぐらいの大きさにね切るよ。この前はねイカをね大きいままやっちゃったらねちょっと失敗しちゃったんだ。なんで今日はちっちゃく切ります。で次にバラ肉ね、これを切るよ。これもちょっと大きいんでこんなぐらいの大きさに3等分ぐらいでね切っておきます。よし、これでね具材の準備ができたんで今から焼いておくよ。はい、じゃあそうしたらねとりあえずフライパンにまだね火をつけてない状態で少しね油を引いておこうかな、ちょっとだけ。まずね肉をね今日は並べます。そういう動画があったんでそれをちょっと今日やるよ。肉をこうね並べます。よし、こんな感じかな。はい、じゃあこんな感じで並べたらとりあえずね弱火で焼いていきます。はい、じゃあ今ね肉を焼いてる間にこのね種に、イカを入れます。イカでねちょっとこう混ぜて、次ね、野菜、キャベツとネギ、こんな感じかな。もうちょい入れようか。こんな感じでね入れたら卵ここに割って、ちょっと塩をね入れて、でこれをねざっくり混ぜます。なんかあんまり混ぜすぎるとダメらしいんで、ざっくりもうちょっとキャベツあるんで入れちゃおうか。
ざっくり混ぜたら、これをね、ここに乗っけます。見えるか。この肉の上に入れて、ちょっとこれ熱いかな。いけるかこれ。これをね、慣らします。ちょっと思ったら大きくなっちゃったな、大丈夫かな。よし、そしたらこのね、わらさのお刺身、今ね、水分拭いたんで、これを小麦粉つけて並べていきます。上手にいくかな。ここへね、並べます。よし、そしたらね、このまま弱火で8分ほどやっていきます。じゃあ8分後に移動するよ。はい、今ね8分経ったんで、一回ね裏返してみようかな。上手にいくか。ちょっとね大きいんで、上手にいくかなこれ。え、以上、ほっ、おー、なんとかね。でこのままね、また8分焼いていきます。これめっちゃカリッカリでうまそうだよね。もう8分ぐらいね焼いていくよ、このままね。はい、そろそろ8分経ったんで、一回ちょっと裏返してみようかな。一回ね、上手にいくかな。いくよ、ほっ、お、いい感じじゃない、結構。そうしたら、いこうな、卵をちょっと入れたいんで、ここに入れて、でね、割れそう、ほっ、いけ、うわちょっと失敗。でこの卵が焼けたらソースをかけるよ。強火にしよっか。もうちょっと今日のね、なんかうまそう。今日成功するかな。この前はね、イカがね大きすぎてね、もうほんとみんな剥がれちゃってね、めっちゃめちゃ失敗だったんだ。動画撮ったんだけどボツになっちゃった。もうちょいかな。じゃあ裏返すよ。やったね。ほっ、おー、どう。今日はなんかね、見た目は上手だからソースをねかけるよ。ここにねピューとかけて、スプーンで伸ばすと、もうちょっといるかな。じいちゃんソース好きなんで、もうちょい入れます。ね、ソースをたくさんつけて、でね、そこにマヨネーズ、マヨネーズ、はい、で次に青のりだね、青のり、最後に花ガツオをこうやってね、これは乗っかるとめっちゃうまそうなんで、これでまあ完成。よし、今日完璧。でこれを、よし、はい完成。うまそうでしょう今日のは。はい、今日はねお好み焼きとリンゴ、これ完成。はい、じいちゃん。はい、できたよ、できたよ。はい。大きいな。大きいだろう。いただきます。はい。大きいな、大きいだろ、今日のは。じゃあ、この前さ、俺、失敗したじゃん、ちょっと。月曜日。このリベンジです。今日、うまそうじゃね？うん。な。熱い。水あるよ。あっち水の宮、これ2つ合わせたのか。じゃあ1個だよ。1個だけど今日キャベツ干してもらったじゃん、うん、なんかキャベツが多いんじゃね、ちょっと分からんけど。イカも入っとる、今日も中に入れてある。うまい、うまい、うん、刺身も入っとるんだよこれ。実を言うと残っとったじゃん、あのわらさの刺身が、うん、あれも入れてある。どう、
デラックス。若い。若いへんところに入ったらな。若いへんだって。でもうまいだろう、うん。今までのお好み焼き史上一番うまいんじゃねこれ。俺の。どう。なんでちょっと食っただけでね、そんなに。そうわかんない。ちょっと食っただけでわかるだな。これ全部でな20分ぐらいかかるんだよ。8分その他でちゃんと火取っとる、うん、火取っとる俺この前失敗したから動画でちょっと勉強したんだって。でうまそうなレシピを探して作ってみた。それを参考にね、刺身なんか誰も入れてなかったけどちょっと入れてみた。魚もあるだろ、下の方にあるんだって、うん、うまいよ魚も。うまいじゃあ何で若いのとさ、何で若いんけどうまいんだ。それが隠し味ってやつだって。この前あの月曜日醤油で作っただろう。月曜日醤油で作ったの、うん、どっちが好き。このソースと。これソースの方が好き。そうだよね、糸たまんないで今日ソースにしました。で一応ねまあ寂しいからデザートも作っといたで、こっちなりんご、うん、ね今日は本当によかったろう、うん、よくできました。ちなみに今日は何点でしょう。今日は100点だぞ。100点だろう。それを狙って今日なリベンジしたから、まあ、ゆっくり食べりや、うん、な。またあの今度新お好み焼きができた時にまた披露するで。じゃあバイバイするか。バイバイ、。